コカ・コーラ・ウエスト・コカ・コーラ・ウエスト・ジャパン・近畿、コカ・コーラ・ボトリング・近畿コカ・コーラ・ボトリングは、かつて、コカ・コーラを日本国内で製造、販売していた、日本のコカ・コーラのボトラーの一つ。かつての担当地域は、大阪府、京都府、兵庫県の近畿地方2府1県。口術の経営統合以前は、キリンビール、三菱重工業のグループ企業であった。なお、 近畿地方の内滋賀県、奈良県、和歌山県は三笠コカ・コーラボトリング、三重県はコカ・コーラセントラルジャパンの管轄となる。1960年9月9日、近畿飲料株式会社として設立。同年10月、コカ・コーラの製造、販売に関する契約を締結し、大阪府、京都府、兵庫県を管轄地区としてコカ・コーラの製造、 販売権を獲得。1962年10月、称号を近畿コカ・コーラボトリング株式会社に解消。2005年12月にコカ・コーラウエストジャパンと包括的な業務提携契約を結ぶことで合意し、2006年7月1日にコカ・コーラウエストジャパンが持ち株会社化したコカ・コーラウエストホールディングスの参加になる形で経営統合した。これにより、 グループ会社の三笠コカ・コーラボトリングを含め、近畿地方、中国地方、北部九州地方を管轄する巨大ボトラーとなり、事業規模でもサントリーに次ぐ、国内製量飲料販売第2位となる。持ち株会社の完全子会社化に先立ち2006年6月30日を、もって東京証券取引所、大阪証券取引所への上場を廃止した。 2009年1月1日に親会社であるコカ・コーラウエストホールディングスに吸収合併されコカ・コーラウエスト株式会社となった。ほか、取扱い商品一覧は2009年12月31日までの情報。かつては自社製品の開発や他社ブランドのライセンス販売に力を入れていた時期があった。自社ブランド名は KCBA スフルで、 父性炭酸飲料のサワーロイヤルシリーズ、プリンキー及びピューリエといった、果汁飲料、エースフルコーヒー等が存在した。他社ライセンス販売では、明治屋のマイコーヒー、ゲータレード、カナダドライのフランチャイズから撤退したクラレに代わって、カナダドライジンジャーエール及びトニックウォーターの販売も行っていた。この中でもサワーロイヤルは、比較的著名の商品であったが、 現在では販売終了となっている。また、通販オリジナル商品だった、竹とロンは、殺走の販売により販売をやめるまで、同社の主力商品であった。本社社屋上の巨大なコカ・コーラの看板は有名な、ため、コカ・コーラの看板のところというと通じることが多い。また付近を走る JR 東海道線の車窓からも、よく見えるため付近の住民は、 あの看板を見ると帰ってきたと思う人も多い。他、ありがとうございます。